白山神社の本殿裏手ですね。隣に浅間神社があるんですけれども、6月の7日から6月の15日のこの紫陽花の鑑賞会以外は入っちゃいけないというふうになってます。鍵かかってるんで入れます。ではでは、ちょっと戻りながら、頭上注意なんで気をつけてください。私もね、この神社一回ガツって言ってます。実際に私の身長でも全然ダメなので気をつけてください。160以上の人は完全にぶつかります。150かな、150かもしれないですね。150ぐらいでダメですね。でこちらには立派なレリーフがありますね。狛犬さんを撮った。でこちらが本殿。